こんにちは。皆さん、こちらの人覚えてますか？前、学生の声でに登場してもらった同級生の神谷さんなんですけど、お久しぶりです。お久しぶりです。昨年度まで井出先輩と一緒にやってたんですね。だけど井出先輩がご卒業されて人数足んないなってなって、そんな時に神谷さんが興味持ってくれたので、ちょっと呼んでこれから一緒に手伝ってくれることになりました。自己紹介どうぞ。はい、自己紹介してもらった代わりにしてもらったんですけど、群馬大学協同教育学部特別支援教育専攻3年の神谷みなみです。3年か。早い。あっという間。高木くん、長谷川くんと一緒に YouTube の制作を、そうだね、一緒にやっていくのでよろしくお願いします。今後とも学生 YouTube をよろしくお願いします。はい、で、切り替え早くね。で、今日の動画の内容はここの部分。群馬大学で、群馬大学では今年からオンデマンド教材で手話を学ぶっていう取り組みを始めるようなんですね。それの PR をしたくって今回動画を作りました。それではどうぞ。どうぞ。手話の勉強って何から手をつけたらいいんだろう。だって英語の勉強だったら文法書を本屋で買って文法を覚えたり単語を覚えたりすればいいけど、手話の文法書なんて聞いたことないし、どうしたらいいのかな。どうしたの神谷さん、なんか塩焼き食べたみたいな渋い顔してるよ。悩みでもなんかある？実はさ、手話の勉強始めたいと思ってるんだけど、何から手つけていいか分かんなくてさ。そうなんだ。あ、そういえば長谷川くんって群馬大学からやってたよね。うん、群馬大学って手話にすごい力入れてる大学って聞いたことが。そうそう、群馬大学手話の授業にすごい力入れてるよ。そう、神谷さんのそういう手話の勉強に対する気持ちはすごいよくわかる。何から手つけていいのかさっぱりわかんないよね。全然わからない。だからとりあえずよくわかんないけど単語から覚え始めようみたいな、そういうことを考えるのよく気持ちがわかる。でも神谷さん、これ見て。今年から群馬大学日本手話オンデマンドで学ぶ取り組みが始まったらしいよ。これを使えば何から始めればいいのか分かんない人も何も考えずにこれ通りやれば日本手話を勉強することができるんだ。これで神谷さんの悩みもきっと解決されるはずだよ。実際にこれでは日本手話の文法っていうのをまとめてあって、これを見れば単語だけじゃなくて文法を確実に押さえることができて、もし文法を忘れちゃっても復習として見れることができる、まさに日本手話の文法書なんだ。 RS 表現。RS 表現について説明します。RS とは役割対象明示標識のことで、一人で何人もの話し手の役割を担う表現方法のことです。RS 表現には行動型 RS と引用型 RS の2種類があります。RS の部分の区別、つまり誰の役割を演じているのかは、視線の変化や頭の動きで判断します。体の向きを変えて演じ分けるというようなことはしませんので注意してください。行動型 RS について説明します。これは、自分が行動の主体となって表現をする RS のことです。現在の自分以外の自分、
つまり過去や未来の自分、あるいは別の人の行動や話し方、表情などを実際にあった場面をそのまま再現するように表現します。例文を表現します。視線や頭の動きの変化に注目してください。ね、今日は RS 表現についての動画だったけど、こんな感じで一つ一つ文法を解説しててくれるんだ。一昨年に手話の授業の時はこういう風にして一つ一つ文法を勉強してた。そうかそうか、今の動画見れば確かに文法が一つ一つ抑えられる気がする。でしょ、これは今までは群馬大学生の特権だったんだけど、今年から全国のみんなに広められちゃう。ちょっと寂しいなって気持ちがあるけど、でもその一方で手話勉強する人たちの助けになるのかなっていう気持ちもして、とてもワクワクしてるし、群馬大学のやり方が全国に広まるってとても誇らしい気持ちなんだ。そうだね、大学の頑張ってることが広まるのはいいよね。だし今動画見たけど、行動 RSっていうのの動画を見たけど、次に引用 RS っていうのがあって、その続きが気になるなと思って、早く続きが見たい。続きが見たいよね。じゃあ申し込んで。申し込みます。これから一緒に手話の勉強頑張ろうね。はい、頑張ろう。まあみたいな感じで、日本手話の勉強について何やっていいか分かんない人とかっていうのは全国にたくさんいると思うんだよね。実際僕も始めたばっかの時は、まあ、とりあえず単語覚えるかみたいなことを考えたこともあったから、うん、気持ちはすごいよくわかるんだ。確かに、まあそういうね、悩みを持った、何から勉強したらいいんだろう、文法ってどうやって勉強したらいいんだろうって悩みを持ってる人にはすごく役に立つコンテンツだと思います。本当にありがたいと思います。あの今の自分の手話の基礎があるのは絶対にこの日本手話の文法の授業だったし、そうだよね、うん、絶対にそうだよね、絶対そう本当にみんなに見てほしい、皆さんに見てほしいなって心から思います。ぜひ皆さん申し込んでみてください。申し込んでみてください。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。